お待たせしました。 A ランチのお客様。あ、はい、はい、え、何？俺のサラダは？なんでお前らばっかサラダ来てんだよ。え？いや、アントキラーさんランチセットじゃありませんよね。単品のエビドリアにはサラダつかないんすよね。サラダつかないんすよね、じゃねえよ、先に言えよ。あー、食いてえな、サラダ。最近野菜不足だしよ。あー、じゃあ俺ランチセットに変えてもらってきます。えよ、正直遅かったと思わねえ？俺への三レッド抹殺命令。はい、はい、だってぶっちゃけ同じ砂系のガジェムさんよりアントキラーさんの方が100倍強いじゃないですか。バーカ、おめえそりゃ言い過ぎだっつーの。まあ強えのは確かだけど、本来なら先にアントキラーさんが任命されてもよかったですよね。まあまあまあ、ガジェムさんは先輩だからよ、顔立てる意味でも別にいいんだけどよ。けど同期のモスキーに酒を越される意味が分かんねえんだけど俺は。それは全然分かんないです。まあまあ、その時の作戦との兼ね合い的なものがあったんじゃないですかね。まあ俺もガキじゃねえからバンプ様には何にも言わねえよ。でもよ、今回は俺と決まった以上きっちりぶっ潰させてもらうけどな。悪いけど俺マーダーライセンス系だからよ。マーダーライセンス、マーダーライセンス系っすか。あ、でもあれっすよ、レッドのやつ半端ねえ強いっすよ。いた！はぁ、あ、レッドのやつ半端ねえ強いっすよじゃねえよおめえ。すいません、申し訳ないけど俺 200% 勝つから。 200%あり地獄にレッドを引きずり込んで砂に埋もれればレッドが蹴りも出せねえ。踏ん張りが効かずパンチ力も半減。一方こっちは砂の中では水を得た魚。どうすりゃ負けるのか教えてほしいわ。逆に。そうですよね、逆にね、逆に絶対に教えてやりましょうよ。教えたった、教えたったろ、教えたった。ところでお前らこの後なんか用あんの？え、いえ特には。じゃあちょっと付き合えよ。あれほら、アリ地獄作れそうな場所を探すからよ。思ったより砂利が多いな。水分含んでサラサラしてねえし、公園は大抵アリ地獄に向いてねえんだよな。ホコリが立たねえように粘り気のある土使ってっから。ここもそうだわ。この辺はほとんど舗装されちゃって土にお目にかかるのが難しいですよね。たく、住みにくい世の中になったもんだぜ。アントキラー君、見つかったよ、アリ地獄の場所。本当ですか？線路渡ったところに接骨院あるでしょ。あそこの奥入った家、柴田さん家。そこの庭の畑が空いてるって。ほら、ここ、今年は何も作ってないんだって。2世帯住宅建てる予定だったとかで。え、予定だった？うん、なんか中止になっちゃったらしいの、息子さんと喧嘩になって。はっ、でも本当に借りちゃっていいんですかね？うん、いいって言ってくれてるんだからお言葉に甘えようよ。私も後でサラダ油でも持ってお礼に行くから。は、はい。できたの？あ、はい、まあこんなもんです。おお、どうもどうも。あ、柴田さん、お世話様です。お世話になってます。おお、これがアリ地獄ですか。綺麗ですね。ねえ、あまり近づかない方がいいですよ、落ちたら大変ですから。土はどうでした？あ、もうビンゴって感じで。ここは砂地なんで畑やっても芋類しかできないんですよ。いや、このサラサラ感がアリ地獄にぴったりで、レッドも落ちたら二度と生きて出られないですよ、きっと。怪しい。ん？え？重彦、なんだこんな時間に。家のこと、もう一度富田さんとこに頼めないかな。うん、悪かったよ、話も聞かずに。富田工務店に頼んだって聞いたとき、てっきり親父が抜け駆けしたのかと。お袋がファックスで見取り図を送ってくれたんだ。キッチンも俺の希望通りだった。あれから考え直してな。お前たちの方が長く住むのだから、お前たちの意見を尊重しようと思ったんだ。ごめん。わかった、じゃああれしようか、すぐ富田さんに電話を。うん。ああ、心配しないでください、ここを対決に使っていただく時間はありますから。あ、じゃあすぐレッドさんをおびき寄せてアリ地獄に落とすようにしますんで。よろしくお願いします。
よかったですね、柴田さん。いい話だね。本当にな。いや、これは事故っすよ。アリ地獄に入る前にやられちゃったんじゃ。ほんとっすよ、事故みたいなもんっす。入ってたら絶対勝ってたんすから。通りがかりで突然来るか、普通。マジムカつくわ、レッド。今度チャンスもらったら絶対容赦しねえ。マジでマジで。で、大体な、聞けよ。特養和牛すき焼き用ロース100g 238円、タイムサービスやってて得しちゃったわ。あれにもたまにはいいもの食べさせてあげないとね。ん？あ、あの子。負けた、クソ。あいつらのおかげで回転間に合わなかったからいい台取れなかったじゃねえか。やめて、そこ触られると弱いし。ほら、我慢して、じっとしてて。カヨコ、お前。あ、レッド。てめえ、またしゃ怒りもなく俺んちに。ボクって、お前何しやがんだ、いきなり。見損なったよ。何がだよ。とぼけないでよ。あんたでしょ、ウサちゃんこんなにしたの。あ、あんた、こんな可愛い子にも容赦しないの。いやいやいや、俺じゃねえよ。こいつらの自業自得だっつーの。だってこの子、バープさんとこの子なんでしょ。あんたがやったに決まってるじゃないの。だから違う。つーか、話聞けよ。さっきパチンコへ行く途中で公園の前通ったらよ。来た。あ、お、な、今だよピーちゃん。あ、ねえな、おい。ある意味今までで一番ヤバかったわ。おい、生きてんのか。おい、おい、こいつ大丈夫。ただいまチャージ中、再起動まで8時間35分。ったく、俺急いでっから行くぞ。じゃあな。そうなの、ウサちゃん。てめえはちゃんと説明しとけ。ちょっとやめなさいよ。いい、ウサちゃん、この人の抹殺は他の強い怪人さんに任せて、これからはこんな無茶しちゃダメよ。わかった。どういう会話だよ。いい子でしね。しかしまあ、お前いつまで経っても裁縫ダメな。せめて似た色の糸ぐらい使えっつーの。うるさいわね。ほら来いよ、ウサコ、俺が縫い直してやっからよ。え、この人裁縫得意なのよ。一人暮らし長かったから。一言余計だ。ほら来いよ、縫ってやっから。いいよ。痛っ。 てめえ何しやがんだ。ああ、ウサちゃん、次はレッド行ってほしからね。レッド、ったく、何なんだよ。ちょっと大丈夫。あ、ウサちゃん無事でよかったよ、うさちゃん。公園の水道で体洗ってきたら、うさちゃんいなくなっちゃっててさ。気にしないで、デビル猫くん。まさかかよこさんが拾ってくれたなんてね。後でお礼しとかなきゃ。バンプ様も心配してたんだよね。ね。みんなレッドさん抹殺に燃えるのはわかるけど、私に無断で行くのはやめてね。ごめんなさい。今回だけだよ。でもかよこさん、裁縫はあんまり得意じゃないみたいだね。おいで、うさこっつ、私が縫い直してあげるから。あれ、ここんとこ目が悪くなったみたい。バンプ様、僕しばらくこのままがいいです。え、なに、うさちゃん大丈夫かな。おめえさっきからそればっかりじゃねえか。だってぬいぐるみなんだよ、動くんだよ、喋るんだよ。あのな、あ、ああ、もしかしてあんた焼いてんでしょ。アホらしい。かよこさん、天体戦士サンレッド、これは川崎を舞台に繰り広げられる善と悪との壮絶な戦いの物語である。